シャンプーによる、洗髪シャンプーは、頭髪及び頭皮を洗浄するための洗剤である。シャンプーの形状には、粉末、固形、ペースト、液状などがあるが、現代では、ほとんどが、後者のものである。言語は、ヒンディー語で、マッサージをして、頭皮、毛髪を清潔に保つである。洗髪剤と訳されることもある。また、洗髪自体を、シャンプー。 シャンプーするという。シャンプーで髪と頭皮を洗浄した後は、リンス、コンディショナー、トリートメントなどで髪の保護をするのが一般的である。なお、洗髪の際には、シャンプーブラシが用いられることもある。店頭で陳列販売されるシャンプー数十年前のシャンプー水を機材に、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウムといった、洗浄剤、増法剤、保湿剤、 キレート剤、香料、防腐剤を成分とする。シャンプーの洗浄剤には、アミノ酸系、高級アルコール系、石鹸系がある。アミノ酸系アミノ酸系は、毛髪や頭皮に対する刺激は、小さいが他に比べると洗浄力も、若干弱い。現代の洗髪回数の状況も考えると、皮脂の分泌の少ない人に適した製品である。 高級アルコール系高級アルコール系は他に比べるとやや洗浄力が高く皮脂の分泌の多い男性や油小肌の女性向けの製品である。シャンプーの改良により特性を生かした配合製品も多く販売されている。石鹸系石鹸系は科学的には高級脂肪酸のナトリウムまたはカリウム塩でアルカリ性が強いため アルカリ性に弱い毛髪への使用には注意が必要である。ただし、石鹸系シャンプーは脱脂力が大きいため、強い油性肌には適切なアフターケアをすれば有効である。なお、石鹸の解釈の拡大により、弱酸と弱アルカリ塩からなる形状が、固形石鹸の海面活性剤も、石鹸と呼ばれることがあるため、正常による分類との区別が必要である。 海面活性剤は肌の油分を落とすことで肌の硬さ、乾燥、バリア機能の低下、刺激やかゆみを起こすことがあるが、ステアリン酸やパルミチン酸のような飽和調査脂肪酸を添加することで脂肪酸が補充されバリア機能の改善に役立つ。こうしたバリア機能の破壊は、フケの発生につながることがある。一般的にはシャンプー、リンス、コンディショナー、 トリートメントはそれぞれ別のパッケージで発売されるが、シャンプーとリンスが一緒になった機能を持つリンスインシャンプーも発売されている。その他、キャンプ、介護、非常時等入浴ができない場合に水なしで洗髪できるドライシャンプーも販売されている。なお、実企画ではシャンプーの容器に凹凸をつけることが望ましいとされている。この容器の凹凸は、 視覚障害者がリンスの容器と区別するためのもので、識別リブと呼ばれる。英語のシャンプーの語源は、ヒンドゥスターニー語のチャーンポにちなむもので、1762年には使われていた。ヒンドゥスターニー語のチャーンポは、ムガル帝国のビハール州周辺において行われていた、行を使った頭部マッサージのことを示していた。このチャーンポは、東南アジアから、 南アジアにかけて自生志向量としても使われている、近郊僕が起源とも考えられている。この東部マッサージの習慣は、18世紀には、英領インドから英国に伝わった。1814年に、ビハール州出身のシャイフディーンムハンマドが、イギリス南部のリゾート地ブライトンの浴場ハンマームで、東部マッサージの提供を開始し、イギリス王室にも認められるところとなった。 20世紀初頭、ワシントン DC の CL ハミルトン社のシャンプーとローション、その後1860年頃には、シャンプーが頭部マッサージから先発を意味するようになった。初期には石鹸が使われていたが、20世紀に入り、頭髪用のシャンプーが販売され始めた。1954年には、カーペット等の洗浄の意味でも使われるようになった。 初期には石鹸リハーブを混入したものを先発に使用していたが、やがて石鹸シャンプーとして一般に普及。1930年代に至って、海面活性剤が開発されると、高級アルコール系シャンプーが売り出されるようになった。20世紀以前、編集日本では、先発の習慣は過去に遡るほど頻度が少なく、日本紙が言われていた時代は1ヶ月に1度程度と、 言うのが一般的であった。明治時代の美容本、化粧の教えによると、女の髪の不潔になったのを嗅ぐと小便と同じ、周期がある、小便以上悪臭であるとされていることから、髪が不潔で臭かったことが伺える。また、言う際に、油鉄矢をつけるという考えから、先発によって髪を美しくするという概念は、今ほど強くなく、不乗り、米ぬか、 小麦粉などで髪の油分を奪う洗い方が多く用いられていた。日本に洋髪が入ってきた時代、日本人の硬く太い髪を洋髪にするのは困難であり、髪に適度な油分を与えるシャンプーが好まれるようになり、普及し始めた。現在では知る人は少ない、七夕に髪を洗うと、髪が美しくなるという言葉は、先発が日課として行われていなかった時代を反映していると言える。 そんな中、江戸時代に洗い髪が町やことに下流界の女性の伊てな誇りとして流行した。明治期における和装女性の先発江戸の女性は髪を洗う時は絞り染めの浴衣を着て前だれを背にかけて髪垢で着物が汚れないようにした。洗った後は髪が乾くまでチラシ髪のまま近所で歩き乾くと油をつけないで仮血にし、 それを生きの極地とした。この洗い髪の生きなあで姿で有名になったのは明治時代、東京の名義、洗い髪のお妻である。ただし、江戸でも御天女中などが髪を洗うのは依然花肌まれであった。髪を洗わない女性は、唐串でよくすいて赤を取り去り、その後に匂い油をつけて匂いを防いだ。京阪でも髪を洗うのはすこぶるまれであったが、 将棋はしばしば髪を洗った。天保頃から、江戸の女性を真似て往々髪を洗う女性が、現れるようになった。しかし、京阪では往来でチラシ髪の女性は、見られなかった。串削ることさえ、三ヶ月一度過疎の、日日不疎といったほどであった。洗うよりも油を塗る方が多かった。最初期は、粘土や昼顔のような野生のつる草の葉をついて砕いて、 水に溶かした液体を用い、またアクなどで洗った。関東では、馬の日に髪を洗うと発狂するといい、九州では夜、髪を洗うと根元から切れるという。民族学者は、前者は、日の絵馬の迷信と関連づけ、後者は、本町委団や、貢献層にあるかまいたちや、洋子などの仕業と考えた髪切りの会を思わせるという。髪洗いの喫実もあり、 今季観光6年5月1日の上には、小み林を引いて、5月1日木発漁を、この日木霊人名目町名復帰という。阿波では、90月の犬の日に行うお犬子祭りの晩に髪を洗うと赤毛が黒くなり、老いても白髪にならないといい。福島市付近では、七夕の夜、婦女が竜に出て先発する。明治時代の美容研究本、化粧の教えには、 女の髪の不潔になったのを嗅ぐと小便と同じ、周期がある、小便以上の悪臭であると記され、シャンプーを行うことを勧めている内容である。20世紀以降、編集対象期から昭和初期になると白度、この石鹸などを配合する髪洗いが流通するようになり、その後、固形のシャンプーが発売されるようになって、シャンプーという言葉が一般化した。 1950年頃までの洗髪の頻度は平均月1から2回であった。家に風呂を設置した内風呂の普及と1965年の瞬間、湯沸かし器の発売以降、洗髪の頻度が高くなる。昭和30年代の洗髪頻度は5日に1回、1980年代には週2から3回となる。ほぼ毎日洗髪するようになったのは1990年代半ばである。 1926年に、桂原工業より、モダンシャンプーが出るが売れず、1932年に、花王から、花王シャンプーが発売される。1950年以降には、石鹸から、海面活性剤へと変わり、中でも、花王フェザーシャンプーは、約80%のシェアを占めた。このフェザーシャンプーのキャッチコピーは、5日に一度はシャンプーを、であった。 シャンプーには、洗浄のほか、吹け、かゆみ防止の機能が求められ、消炎剤や抗菌剤が配合されていた。洗髪頻度が増えた1970年代から髪が痛むことが注目され、髪をケアするコンディショニング成分が加えられる。キューティクルケアという言葉もこの頃広まった。1980年代中盤から朝早く起きて、シャンプーをしてから通勤、通学する。 アサシャンが若い女性に流行し、1986年には、資生堂からモーニングフレッシュが発売されるなど、シャンプーが手軽に短時間でできるような商品が開発された。シャンプーとリンスが一度で済むリンスインシャンプーのほか、裸になって風呂場まで行かずとも、洗面台で髪を洗えるシャンプードレッサーが登場した。女子学生の間でもセーラー服などの制服、セーターに、 ミニスカート姿などの衣装着用のままでシャンプーをしてから出かける人も増え始めた。テレビ CM の撮影でも、姿勢堂、コイコロン髪にもコロンヘアコロンシャンプーでは、CM キャラクターとして若い女性6人が、コーラス体として、ブラウスにスカート着用のまま、しなやかコイコロンと歌いながら、シャンプーをして髪全体を白く泡立てる描写も見られるようになった。 別冊宝島には1987年のサブカル流行の一つとして、アサシャンが紹介されている1990年代後半に山形県で開発された冷やしシャンプーが全国的に夏場に利用店で取り入れている。主にトニック系、メントール系の強いシャンプーを冷凍庫に入れて冷やしたり氷を混ぜて冷やしたりという手法が取られている。 日本メーカー日本メーカーペット用のシャンプーもあり、この場合は人のように頭に限定せず全身を洗浄するものである。車の外装用洗剤をカーシャンプーという場合もある。ありがとうございます。